回どきに土屋すということで、今回なんですけども、ふんくろで絶対に忘れてはいけないこと5選。ということで今回ですね、ふんくろで、絶対に忘れてはいけないこと5選を、皆さんに、お伝えしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォロー、お、なるほど、知らなかったよ、忘れてたよっていう方はね、してってください、よろしくお願いします。はい、まずなんですけど、まあこれもね言ったんですけど、クエストでランクを上げるために回るときは必ずと言っていいほどハードで上げてください。なんでかっていうと、クエストの消費スタミナっていうのがノーマルもハードも変わらない。なんならどの章であっても消費スタミナというのが変わりませんと。ということは、もう断然的にいけるんであれば5章のハードとかを回っていってください。で、さっきハードにパッて変えてバーって回ってって、あんでなんかやろうと思って一回ホームに戻った時は絶対にね、またハードにしてください。ノーマルに、ま、戻ってるんで気づかずにノーマルを回って無駄にスタミナを使っていうことのないようにしてください。はい、続いてなんですけども、ミッションとかでスタミナ回復を受け取るときはスタミナを絶対に減らしてから受け取ってください。満タンだとね、このスタミナ回復の時間が減らないんで回復していかないんですよ。なんで必ずスタミナを減らしてから、満タンより減らしてから取ってってください。そうすることによって、もう積み重ねでね、日々のやつを計算していくと、ものすごい量のクエストをいけなくなったり、曜日いけなかったりしていくっていうのがすっごい損になるんで、ぜひそこも忘れないでください。はい、続いては民宿はね、チェックアウトの時間があるんですけど、8時間かな、8時間になったらすぐにお土産受け取ってください。で、またすぐに宿泊してください。なんでかっていうと、まあもう知ってる方の方が多いと思うんですけど、シャーマンポイントとスケップチケットがめちゃくちゃ美味しい。でシャーマンポイントってどんどんランクを上げてったりして、キャラのレベル上げるときにめちゃくちゃ必要になってくるんですよ。むしろ今めっちゃ欲しい、枯渇しているぐらいの状態となっておりますと。で、自分が今これね宿泊させてるんですけど、僕が今ちょうどここにいるじゃないですか、ランダム。これランダムで他の人たちがいると、あ、この子は違うんか、あ、この人いけるかな、いけんか、いけんのかいで、こうやって喋ったら親しみ度が上がっていくので、もうたまにねちょこちょこ覗いて、チリツモでね上げていってください。はい、続いて4戦目はショップ。これね、特に無課金の方とかやったら結構このショップを開くっていうことが少ないかもしれないので、ぜひねここちょっとチェックしておいてほしいんですけども、パックショップで無料デイリーパックっていうのがあるんですよ。で、これがシャーマンポイント3000個、ビジョンカードの経験値フィルム中が1個で、スキップチケット5つが、無料でもらえるということなんですけど、これね結構ね俺もね忘れてまう時あるんですよ。これめちゃくちゃもったいない。で、シャーマンポイントが3000なんで、まあ1ヶ月31日計算すると93000個で、スキップチケットが、31日計算で155個と。これね多分ずっとあるのかな、まあもうあるうち、まあ、ずっと常設やったらもうずっとね、忘れないでほしいし、まあなんていうかな、期間が決まってないったら、もう期間中はもうがっぽり無料でもらっちゃおうよ無料っていうことは一番強いですから、どのゲームにおいてもね、ぜひ忘れないでください。はい、続きましてがキャラの親しみ度が上がるとステータス上昇しますから、ここね結構ねキャラを押してこの3番目のなんか再生マークみたいなやつで、現在の親しみ314、ホームエピソードが9で、俺もまだ親しみが200、まあ200は超えてるんですけど、このエピソードホームっていうのが10に必要ないけど9しかないと。で、これってこの技属性の連だけじゃないんですよ。複数枚、例えば
この技の連と、今なんか連コンプしちゃったんですけど、あの1日無料ガチャとかで、この連でも一緒だから、フォーム足らんなと思ったら1回、あのこれ別に星1とかでもいいんで見てください。ホロホロやったらホロホロピットで、ここで多分ね、まあ、親しみ100はまあ全然いけるとして、フォーム、エピソードフォーム6なんで、まあ別にその星1とかでもいいんで、見てもらって、そうすると、ね、あ、やべ、見ちゃった。この親しみってとこを押すと、解放ボーナスで体力150、攻撃50アップ、防御50と。で、2位まで行くと体力400、攻撃150、防御150ってかなり、ステータスの上昇値大きいんで、なんならちょっとビジョンカードのなんか全然レベル上げてないやつとか、ちょっと上げとるやつよりも全然上がりますので、ぜひちょっとのこれやってない方は、やってみてください。で、親しみはあの民宿に泊まることによって上げていったりできるんで、そこでもまあステータスの上昇だから、シャーマンファイトとか、あの勝てへんクエストクエストクエストとかもね、まあ、こういう小さな積み重ねで、ポイントが上がっていったり、クリアできるようになっていったりっていうとこがあるんで、結構ねフンクロあの積み重ね、どのアプリもそうなんやけど、結構それが多いなっていう箇所があるんで、こういうとこを忘れてるとすごい差がついていくのかなと思います。はい、ちゅうわけでね、ザラザラザラっと喋っていったんですが、フンクロにおいて絶対に忘れてはいけないこと5選、まあ知ってる方の方が多いかもしれないんですけど、もし知らなかったよと、うわ忘れてたわと、あ、まあこの動画見て全部忘れんようにしようとかね思ってくれた、ぜひチャンネル登録、高評価、ほんでツイッターのフォローよろしくお願いします。まあこういう動画であったり、ガチャ動画使ってみた等々の、フンクロの動画上げてますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。つうわけで、さよなら。たとえ